入園門現在は大須賀踏切の前に柵が設置されていて、中に立ち入ることが一切できない。プレーピア白浜は青森県八戸市さめ町に存在する公園。公園としては存在するが、公開はしていない。公園敷地の所有は株式会社長寿であったが、2013年6月、ネテ当ーによる競売で、道のく資源開発株式会社が所有権を取得した。 当初は民間遊園地として1985年5月にオープン。一時は大型遊具を充実させて年間20万人以上の集客を誇っていたが、1990年代に入り施設の陳腐化が進み、客足が激減。1998年に廃業し、一時閉鎖された。園内に多くの桜や山野草が植樹。 植栽されていたことから閉園を惜しむ地域住民が多く2000年に行われた桜の開花時期20日間の一部開放がきっかけとなり無料の自然公園として2001年から再開園再開園時には所有会社長寿が八の兵士に無料で貸し市が管理する形態で運営されていた遊歩道が整備され市民の憩いの場になっているほか ロックフェスティバルなどのイベントも開催されている。2004年には、八戸市町の慶鑑賞特別賞を受賞している。なお、遊園地時代の遊具の多くは撤去され、現存していない。2001年には12万人いた入場者が2008年には2万人に減少したため、2009年4月をもって再閉鎖された。所有者支配人は再々開園に意欲を見せるものの、 時期は未定としている。2009年5月31日、デイリー東北。ありがとうございます。